はい、バットムラッキーです。今回バトルフィールド1やっていきます。突撃兵で MP、 間違えた、え、少な MP18 です。少な、もうこれ5対5じゃん。なんなら5対5のクラン戦ですかって感じだよね。あ、そういえばなんか5対5の新ルールがね、次のパッチで来るんでしょ。結構楽しみなんだよね。面白そう、割と。なるほどね。今回 MP18 です。うん、結構やられてるね。旗取りゃいいかな、基本的に。76、まあまあまあ、いるぞ。ちょい、ナイス。まああれですね、最近はもう MW じゃなくて WW2 をやっていますけども、それで慣れちゃうと BF 戻るの大変みたいな感じだよね。1時間ほど、まあ、プレイしましたけども、まあ1時間やれば戻るかな、感覚的に。てな感じでございますよ。まったくね、もう別ゲーなのでね、 FPS とはいえ、まあお好みな方をねやると。まあ面白いけどね、どっちも。うん、どっちかがつまんないとは言わない。うん、大丈夫。誰にやれたんだこれ。なるほど、分隊分けは良くないね。なんかあれだな、またこれはボツな気がする。最近ボツ動画が多くて困ってるな。ちょっと別にね、取り直さなくてもいいっちゃいいんだけどさ。来ない？取っちゃうぞ。じゃあごめんなさい。もうやだ。なんで人数差はないよね。ダメだね、ちゃんと ADS しないと。変わった？そんなはずがない。動いてるからか。ちゃんと止まって腰打ちなら。いや、止まって腰打ちって矛盾だよな。うん、腰打ちの意味って感じやね。止まって腰打ち、矛盾ですね。頼む。分隊分けしたいな。お、まあまあ、このリスポーンはかなり嬉しい。あの看護兵をやれるのでは。ちょっとレンジが看護兵だな。ライフルのレンジだ。たださ、こっちの通路を使うプレイヤーはいるかな。あ、タグ取るの忘れちゃった。ちょっとじゃあ分隊の話しようか。分隊じゃない、小隊だ。まあ今 II ね、 BB っていうね、小隊の、まあ、タグがついていますけども、まああれだね、最近もちょいちょい、そういえば回線がやばいな、ちょいちょい増えてね、28かな。中途半端だけど29か、自分含めて29かな。まあ行くことができました。
まあ、目標にしてた数字ではないんですけどね。まあでもあれだね、100いったら嬉しいね。うん、100いったら嬉しい。まあ、まだまだ道のりは長いですけども。オッケー。まあ宣伝ですね、招待入ってくださいっていう。ほう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 、どういうことですかそれは。大丈夫か。危ない。怖いね。一人ぐらいね、前押ししてもおかしくないんだけど、前押ししていても来るでしょ。フラッグ牽制しとく。あー、フラグ牽制で止まったやつが一気に来たね。まあ、てな感じですね。招待、随時募集中でございます。まあプラス言っとくと、配信もね、やっていますので、まあ遊びに来てくれると嬉しいなということですね。まあ、ただね、不定期ではあるからね。うん、だいたい、まあ、まあ深夜帯が多いですけども、昼間にやったことは 2,3 回ぐらいかな。まああるにはあるっていう。うわ、綺麗、綺麗な M 出ましたね、今腰打ちの。いいな、この一旦この BF から離れてまたエイム合わせすると綺麗に決まるね、エイムが。何なんでしょうかね、謎。ランダム空きは B だったんかな、ちょっとよくわからない。いないもんね、いないね。B っぽいな。もう3拠点取っちゃってるからな、仕事がないんでね。来るか、まあいいや。お、撃たれた。スポット入られてるだろうな。もう一個回っちゃおうと思わせといて、いやこっちから来ると思わせといて。か、どこだ。オッケー。ほい、いない。こっちから、裏から来る。ほい、待って。ああー、ロングいる。避難。おお、謎の位置来ちゃった、これ。なるほど、ライフ回復待って、スッと1キルもぎ取りたかったけどな。1キルだけでも。そうだな、ここで角。なるほど、いやーなんかあれだな、一方的なのに長い。これパッチで長くなったけどね、長い。ナイス。もうそろそろ終わりにしたい感はありますけども、こんな一方的な試合を長い時間。だ、敵はあっちしか湧かないんだ。ドミネーションってなんでランダム空きでしょ。全部リスポーン反転あるよね、コンクエージあるまいし。あ、またここ来ちゃったよ。ここ行かないで、こう上登りたい。よしよしよし、そう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 。チャーリー来てるね、チャーリー行こう。いるね、いるね。数人こっちに傷？まあいいや。はい、ってな感じ。いやー、まあちょっと一方的で何とも言えないといった感じですけども、うん、まあこういうのもあるよ。いやダメだな、ちょっとなんだこれどうしようかな。こういうのってサムネ困るんだよな。なんだろう、なんもしてない。招待の話。はい、というわけで、ラッキーでした。チャンネル登録、コメント、評価お願いします。 I'll be back。